はい、今日は年収が高い人の特徴というテーマでお話しします。で、私 JAL で30年間キャビンアテンダントをやっていまして、今はデパ地下でサラダを売ってます。となので、今までアルバイトを含めると34年間接客をやっているので、超富裕層のお客様から本当に社会人1年目2年目っていう若い一般のお客様まで、さらに言うと生まれたての赤ちゃんまで接客してきたんですが、その中で言える年収がむちゃくちゃ高い人というのは、具体的に年収が高いってじゃあどれぐらいのレベル感なんだっていう話でいくと、イメージとして年収で数千万円、つまり3000万円とか5000万円だとか、もっとそれ以上の人とかなので、サラリーマンというよりは個人として成功している起業家だとか経営者だとか投資家だとかアーティストだとか、まあそういった人たちの特徴ですね。ところで、私の年収は400万円でした。入社した時はニューヨークに行ったりすると800万円ぐらい出てたんですけど、30年間勤めた会社では最後400万円でした。日本の平均年収がだいたい450万円なので、キャビンアテンダントの年収のレベルがわかると思います。そういう私から見た数千万円もらっている人たちの特徴を5つご紹介します。まず1つ目が、決断がめちゃくちゃ早いことです。そういった年収がむちゃくちゃ高い人っていうのは、例えばファーストクラスでは食事がフルコースメニューなんですけど、洋食座とアミューズブーシュに始まり、オードブル、メインディッシュ、パン、デザートと2時間ぐらいかかるし、和食でも前菜から始まり、ワンもの、煮物、焼き物、ご飯、味噌汁、コーのもの、甘味と2時間ぐらいかかるんです。で、メニューを伺いに行くと、人によっては、どうしよっかな、どれにしよっかな、おすすめって何とか、少しずつ食べたいな、あれも食べたいし、これも食べたいしってなって、おすすめを伝えても、なかなか決まらないことがあるんですけど、年収が高い人っていうのは、メニューを1週間考えますっていうことはほぼないですと。なんならもうメニューを開いた時点でイエスかノーかっていう、何にするか一瞬でもう答えが出てるんですね。コース料理なんてめんどくさいからカレーでいいやとか、カレーでいいからすぐ持ってきてとか、12時間のフライトでうどん一杯しか食べなかったっていうのもあるんです。もっとすごい人っていうのは、機内で何も食べないっていう人もいるんです。で、JAL のファーストクラスって、例えばニューヨーク往復1人300万円以上するわけであって、幻のシャンパンのサロンも飲み放題だし、一流のワインやモリーゾーまで何でもあるのに、ペットボトルの水一本でいいからみたいな人もいるんですと。年収が高い人たちっていうのは、きっとどこに行っても豪華な食事が用意されていて、飛行機に乗る前はラウンジでカレーやいろんなものを好きなだけ食べられるし、どちらかというと健康のために食べないっていう人が多いような印象があります。だからもったいないとかいう考えはなくって、イエスかノーかっていうか、食べるか食べないか、食べるならさっさと終わらせるみたいな、おそらく本業のところでももうバリバリ決断しまくっていて、決断の嵐っていう人たちなので、そういう人にキャビンアテンダントが美味しい食事や豪華な飲み物を提案したからといってあれやこれや悩むんではなく、一瞬で答えが出ますと。イエスかノーか瞬殺なんですと。これが一つ目ですね。で、二つ目の特徴が、商品ではなくて人との関わりを大切にするです。商品ではなくて人を見てるっていうことで、年収が高い人っていうのは自分と関わる人を完全に選んでくるっていう話なんです。つまり、移動する飛行機の中でビジネスに関係のないキャビンアテンダントから機内販売の商品を提案された時に、商品がどんなものかより、このキャビンアテンダントはどんな風にこの商品を売りつけてくるのかなとか、こちらの人となり、ここを完全に見てくるっていう話で、私の経験上イメージとして結構どうでもいい話だとか雑談をしていても、この時にかなり目利きをされているなっていう感覚があって、どうでもいい話をしつつこの CA はなんていう返答をするのかとか、どういった人間なのか、そういうところを見てきますと。なので、意外と商品の細かいところだとか、その商品がああだこうだ、高い安いということよりも、もう人間力勝負といったところで、話す価値があると認められれば、多少商品が高くても売れるっていう感覚はありますと。
って逆に話す価値がないと思われれば、どれだけいい商品を持っていようが、絶対にそういう年収が高い人には商品は売れないですと。これが二つ目です。で、私のこれも実体験の話なんですけど、有名な投資家が入国書類にサインが必要だからといって、機内販売のボールペンを売ってほしいと言ってきたんですね。で、その時私はびっくりして、そんなのもったいないですと。たった一回のサインのために機内販売の高いボールペンを買うなんてもったいないですと。そんなことしてたら家中ボールペンだらけになっちゃいますよと。機内には無料でお使いいただけるボールペンがありますし、なんなら私のボールペンをお貸ししますというか差し上げますと言って、胸ポケットに差し込んでいる溢れかえるボールペンを取り出したんですね。そしたら気に入ったと言って、その時の機内販売で売っていた一番高いボールペンの7万円のモンブランのボールペンを買ってくれたんです。ちょっとびっくりしました。で、3つ目の特徴が本質しか見ないです。要は枝葉のどうでもいいことは結構無視するっていう話で、例えばキャビンアテンダントである私が機内販売の商品の説明をするときに、こうでああで、これはここが良くて、こういう風に工夫されててみたいな説明をしたときに、年収が高い人っていうのは大事なところとどうでもいいところを一瞬で判断できるんですね。で、簡単に言うと頭がいいという話で、この頭がいいっていうのも学歴が高いとか勉強ができるっていうよりかは、どちらかというとビジネスの第六感みたいなもので、結構本質のところを質問してきたりだとか、あーやっぱりそういう質問するな、痛いとこつくなみたいなことが多いんです。そういったところで意外と中卒の社長であってもビジネス感覚の第六感でぶっちゃけ実際のところこの部分はどうなんだっていう一番痛いところをついてくるってわけなんです。例えばこの飛行機の到着時間は何時なんだって聞かれた時に、時差が19時間あって向かい風の影響で時間がかかるので、ふにゃらふにゃらと説明して、おそらく到着時間は午後5時半頃ですみたいなことを言うとムッとするんですね。まず結論を言えと、それから詳細を言えといった感じで、時差があることは分かってると。で、飛行機の到着時間にブレがあることだって分かってると。そんなことをうちの犬でも知ってると。だから先に質問に対する答えを先に言えっていうのが結論ですと。これが3つ目です。で、4つ目の特徴が約束を守るです。例えばドタキャンをするだとか遅刻をするだとか、こういったことというのは私の経験上確実に年収の高さとこれは比例しますと。要はビジネスの戦闘力があるのかないのかというので完全に比例するという話ですね。で、私の経験上一流の経営者だとか個人ですごい成功されている人ほどですね、絶対ドタキャンだとかリスケだとか遅刻だとかこういうことというのはほぼないですと。なのでそういう年収の高い人ほど約束は守るっていうこういう特徴があってですね、たとえ下っ端のキャビンアテンダント相手でも約束は守るし遅刻はしないっていうのがあるんです。で、5つ目の特徴が部屋がめちゃくちゃ綺麗です。これは私の経験談の話なんですけど、結構そういう大物の社長の家にグループの CA と数人で行くことがあるんですが、そういう大物社長の部屋ってどういう部屋かというと、だだっ広い部屋に本当にソファーとテーブルしかないみたいな、もうすっかすかな部屋なので、でんぐり返しでもできそうな、縄跳びでもできそうなぐらい広くて物が何もないっていう感覚で、泥棒にでもあったんですか？それとも引っ越したばかりでまだ荷物届いてないんですか？みたいな、そういうレベルなんですと。で、結構これは富裕層をチラ見した CA ならわかると思うんですが、まあそういう特徴がありますと。要は年収が高い人ほど部屋が綺麗っていう、物が何もなくてスカスカっていう、本当にソファーとテーブルだけで、そのソファーもむちゃくちゃ大きくて、そのめちゃくちゃ大きいソファーにうずくまって私は座ると。そうするとのめり込んでいくみたいな感じで、その対面にめちゃくちゃ広いソファーにうずくまって社長が一人座るみたいな。あとは何もございませんみたいな、そういう部屋ですと。これが5つ目ですと。まとめる。ま
まとめると20年ぐらい前にサンフランシスコ行きのビジネスクラスで女優の竹内優子さんにサービスをさせていただいたことがあるんですね。竹内優子さんはとっても素敵な女性でしたと。彼女はボーディングが終わる直前にやってきたんですが、その姿を偶然私が見れたのは私が最後のお客様を迎えに飛行機からゲートに行ったからでしたと。一人で歩いてやってきた彼女はカジュアルな格好で深く帽子をかぶっていました。帽子の下に見えるお顔はとっても小さくて色が白くて透き通るように美しかったんです。私はお客様の名前のリストを持っていたのでそれが竹内優子さんだと分かったんですが、他の乗客で彼女が女優の竹内優子さんだと気づく人は誰もいませんでした。窓側に座った彼女はとってもおとなしい感じで窓の外を眺めたり映画を見ていたりしたんです。ミールサービス中はジントニックやウォッカトニックをリクエストされていたので、そういえばお酒が好きだなっていう話を聞いたことがあったので、ジンとウォッカの5瓶とトニックウォーターをグラスの隣に置いたら、ありがとうございますと言って私と目を合わせてくれたんです。年下の女性なのに憧れてしまうぐらい素敵でした。だから私の中でこの思い出は宝物なんです。私たち50代60代70代にとってあっちが痛いこっちが痛いってあるじゃないですか。腰が痛かったり首が痛かったり肩が痛かったり頭が痛かったりお腹が痛かったり、でも生きていこうって思ったんです。格好悪くてもみっともなくても陰で何か言われても生きていればいいんだって思うんです。以上です。